ハーバード教、ボストンを望む。スムートは MIT の学生グループが同行のいたずらの一つとして作った長さの単位である。ラムダカイアルファという MIT の学生グループがボストン市内にあるハーバード教の長さを測るために作った。1958年にラムダがチャールズ側にかかるハーバード教の長さを測ろうとこの単位を作って用いた。なお、 スムートとは、ラムダのメンバーであったオリバー・スムート会長、米国国家企画協会議長の身長が基準であるが、1スムートイコール66インチという説や、67インチという説がある。Google Earth など Google のコンテンツでよく用いられているが、Google では後者の数値を用いている。わざわざこのような単位を作ったことの理由だが、MIT の項を参照すればわかるように、 ここの大学には独特な文化があるということに理由の一端があると思われる。また、オリバー・スムートの身長を基準にした理由は彼がグループ内で最も背が低かったからである。100スムート目のマーク彼らの活動の結果としてオリバー・スムートの身長を基準としたハーバード教の長さが分かった。その長さは364.4スムートと耳一つ分であった。ちなみに その結果の名残として、ハーバード教には10スムートごとにマークがしてある。2008年10月4日、MIT は、長さの単位スムートの誕生を50周年、記念式典を開催し、オリバー・スムートを招待した。ありがとうございます。